こんにちは、サリーです。今回は、バックルームズ紹介動画の第4回目ですね。ここまで順番に動画を見てきてくれた人なら、もう結構詳しくなってきたんじゃないかなって思います。さて、今回お話しする内容はこんな感じです。今回は応用編ということで、これまでの動画の補足や、ちょっとメタ的な部分の紹介をしていこうと思います。難しい内容ではないですが、前回までの動画の内容に絡めてお話しする部分もあるので、まだ見てない方は概要欄からぜひそちらもお願いします。では、まずはサバイバルクラスというものから。前々回のちょっと詳しい編でエンティティの解説をした時に、エンティティにはハザードクラスってのがあって、その危険度に合わせて、各種類ごとに数字が割り振られてんだよって話をしました。で、それと似たようなものが、実は各レベルごとにも割り当てられているんですね。そのレベルがどれだけ危険か、そのレベルで生き抜くことがどれだけ難しいのか、そういった生存難易度を数値化したのが、サバイバルクラスというわけです。あ、ちなみにこの呼び方は公式じゃなくて、私が勝手にそう呼んでるだけです。動画内ではこの呼び方で統一していきますが、本当のところは知らんからな、メール送ってくんなよ。サバイバルクラスは基本的に6段階で、数字が大きくなればなるほどヤバいって感じ。今回のクラス分けは、ファンダム版を参考にしています。それぞれ簡単に説明していきますね。まずクラス0。これは超安全なレベルに割り当てられるクラスです。敵対的なエンティティはもちろん、危険なギミックなども存在していないので、チンパンジーでも大手を振ってカッポできる、バックルームズ内の楽園です。次にクラス1。これは比較的安全なレベルに割り当てられるクラスです。ただ安全といっても、クラス0と1の間には、越えられない壁があります。エンティティの数は非常に少ないですが、それでも見つかれば命を狙われる可能性がありますし、危険なトラップが仕掛けられていることもあります。あくまでも、比較的安全なだけで、すでに人間が生活できる環境ではありません。お次はクラス2。こっからはもう安全とは程遠い話。エンティティの種類や数は相当なものになっていて、物理的な危険はもちろん、精神的にもダメージを受ける危険があります。物資とか持たずに手ぶらで迷い込むと、結構サクッと死んでしまうので、もう何としてでも脱出を目指しましょう。次に、ちょうど真ん中クラス3。この辺りから危険度がぐっと上がります。敵対的なエンティティが多数存在するほか、空間が激しくねじ曲がったり、感覚がおかしくなることもあります。探索には綿密な準備が必要で、単独での通過、攻略は自殺行為です。どんどん行きます。クラス4。一度入ったら出てこれる可能性は非常に低いです。即死レベルのギミックが当然のように存在してて、ありえんヤバさのエンティティが、うじゃうじゃ湧き出てくるとか来ないとか。そして最後、クラス5。生存はほぼ不可能です。入った瞬間からエンティティや異常空間の危険にさらされ、深刻な脅威が全ての人にもたらされます。尋常の術では脱出困難なため、どんな犠牲を払ってでも避けるべきクラスです。といった感じで6種類ですね。ヤバさにもいろんな種類がありますが、まあなんとなく雰囲気で感じ取ってもらえたら大丈夫です。ちなみに参考までに紹介すると、前回までの動画で出てきた、ザ・ロビーがクラス1です。見つかったら爆速で追いかけてくるやつとか、起きたらほぼ死ぬような穴とか唐突にありますけど、これがクラス1。控えめに言って認識がとき狂ってます。ではここで問題です。まだ動画では紹介してない、レベル2、パイプドリーム、という場所。ここのサバイバルクラスはどれかな？シンキングタイムがてら、レベルの特徴をざっくり言うと、ここでは敵対的なエンティティが大量に登場し、侵入者の命をバチバチに狙ってきます。一部の空間は完全な暗闇に支配され、ライトがないと何にも見えません。全体的に蒸し暑く、不潔でジメジメしてて、なんかネズミとか変な虫もたくさんいるし最悪。さらにこのレベルに長く滞在すると、レベル内の温度がどんどん上昇していき、数日も経たないうちに虫殺されてしまうのです。危険で、窮屈で、汚くて、暑い。
その上時間制限付きときた。さてそれでは正解発表です。このレベルのサバイバルクラスは、2です。当たったかな？で、こうなると、3以上はもう出られる気しないでしょ？他にも調査の行き届いていないレベルや、同じレベル内でも場所によって危険性が異なるものなど、一部特殊なクラスが割り当てられている場合もありますが、それは細かいので、また出てきた時に説明します。といった感じで、サバイバルクラスの説明でした。では次に、前回のコメントでリクエストをいただいた、ファウンドフッテージについて簡単に紹介します。ファウンドフッテージというのは映像のジャンルの一つで、撮影者が行方不明などになって、今まで発見されずに埋もれていた映像を、無関係の第三者が見つけて投稿している、という設定で作られたフィクションのことです。よくホラー作品に用いられることが多く、バックルームズの不気味な世界観にはどんばまり。前回までの動画で使ったこんな動画や、こんな動画も、ファウンドフッテージとして YouTube に投稿されたものです。でね、今なんとなく見てもらってわかると思うんですが、クオリティめちゃくちゃ高いんですよね。アナログのフィルムで撮影されたような映像は、埋もれていた不気味な映像、というのをよく表現していますし、バックルームズの持つ無機質さや、撮影者の絶望感、緊張感まで伝わってくるようで、ものすごい想像をかき立てられます。実際に記事を書くだけじゃなくて、こうやって既存のレベルやエンティティを映像化して、コンテンツを盛り上げることができるって考えると、アイデアや制作の幅がどんどん広がりますね。今回使わせていただいた映像のリンクは概要欄にあります。実際の映像では環境音なども相まってさらに迫力があるので、興味のある方は見てみてくださいね。たった今映像コンテンツの話をしたばかりですが、とは言ってもレベルやエンティティを自分で作ってみたい。そんな人ももちろんいると思います。バックルームズはまだ比較的新しいコンテンツですし、どんなアイデアでも形にすることは、必ず界隈全体の発展につながります。とは言ってもそういうのって難しそうだし、アイデアだけあってもなかなか書けないよ。そんなあなたのために、バックルームズについての情報がまとめられているサイト、バックルームズウィキでは、この辺の活動をかなりサポートしています。何もわからなくてもスタートできるように、こういうフォーマットをみんな使うよ。執筆する上でこれを気をつけよう。難しいコードとかはここからコピペできるよ。と、アイデアを形にするためのガイドが充実しています。執筆する上でのヒントもいくつか紹介すると、記事のアイデアがユニークで、かつ緊張感のあるテーマかどうか、バックルームズの世界観に合っているのかどうか、今書いた文章で、読み手が情景や空気感を想像できるか、臨床的、学術的な口調で書かれているか、など、意外と見落としがちなものもあって、単純に文章力の向上につながりそう。学術的な、堅苦しい文章で書くのが苦手って人には、どうすればそれっぽくなるかというガイドもあります。とにかく新規に優しい仕組みになっていて、同時に、コンテンツのクオリティを高く維持できるようになっているんですね。また、バックルームズの域はコミュニティも非常に充実しています。レベルやエンティティのアイデアを共有する書き込みもそうですが、今自分はバックルームズのこんな部屋にいて、こういうのが企画をうろついてて、今はどこどこで隠れてる。誰か助けてくれ。みたいな一種の救難信号として使っている人もいます。これもメタ的に言えば世界観の演出かもしれませんが、こういうのがあると、バックルームズの域そのものが、現実世界にいる我々が情報を見るだけじゃなくて、内部にいる人たちが情報を得たり、連絡を取る手段としての役割もあるのかな、とか色々想像できたりするので、やりとりを見てるだけでもインスピレーション得られますね。他にも結構細かいところまで作り込まれているので、隅々まで探索してみると、また新しい発見があるかもしれません。ただ現在ウィキは英語版が基本なので、もし気になるけどわからないってのがあれば、また動画化します。では最後に、前回いただいたコメントの内容から、気になったものを一つ紹介して終わろうと思います。
前回少し、理論の説明をした時に、バックルームズの成り立ちには色々な仮説があるんだよって話をしましたね。現実世界の没データだとか、夢の中だとか、みんなの裏世界のイメージが具現化したものだとかね。そこでいくつかコメントもらったのが、今自分たちがいる現実世界も、バックルームズのレベルの一つ、というものでした。バックルームズの世界観では、我々の住む現実世界は、フロントルームと呼ばれていて、裏世界に対比した存在になっているわけですが、そのフロントルーム自体もレベルの一つ、つまり広大なバックルームズの一部なんじゃないの？ということですね。確かに今まで気にしたこともなかったですが、もしかするとこの世界は、安全に暮らせるレベルの一つなのかもしれません。現実世界でノークリップをすると、レベル0、ザ、ロビーに繋がるという話をしましたが、そうやって特定のレベルに行き着く感じも、なんか他のレベル間移動の法則に則っている気がします。少し話は変わりますが、数多くある理論の中では、フロントルームというのは、特定のレベルの異常性が見せている幻覚で、我々はそれを現実だと思い込んでいるという説もあります。バックルームとフロントルームというのは、単なる表と裏の関係ではないのかもしれませんね。素敵なコメントをありがとうございました。といった感じで今回の内容は終了です。これまで4回にわたって色々紹介してきましたが、前回も言った通り、もう基礎はバッチリです。今回の動画で応用編も学びました。ということで次回からはいよいよ、様々なレベルに探検に行こうと思います。そのレベルの概要や登場するエンティティなんかを紹介しながら、バックルームズの魅力を伝えていこうと思うので、次回もぜひよろしくお願いいたします。それではまた。